第3代順弾尺サージョン・ハインド・コットンから1752年1月4日はグレート・ブリテン王国の庶民院議員、ジャコバイト。歴史家のイブリン・クルック・シャンクスは彼をイングランドで最も熱狂的なジャコバイトと評した。ケンブリッジ選挙区選出のイングランド庶民院議員を数期務めた第2代順弾尺ジョン・コットンの息子として生まれ、ウェストミンスタースクールとエマニュエル・カレッジで教育を 受けた。とある庶民委員議員が、通り意図を見捨て、首相ロバート・ウォルポールを支持する演説をすると、コットンはウォルポールに対しその議員を批判、あの若い犬は常に、私たちを支持すると述べた。と言った。ウォルポールが、私は、うちの若者たちに、常にお使わないよう助言していると答えると、コットンは、あなた自身は、すべての手を使いがちですがね、と皮肉を持って答えた。 三年議会法など後の急進派の政策を支持したが、支持の理由は、政策自体よりも保育党が嫌った政策で、あるからだった。また大酒飲みであった。ホレスウォルポールはコットンについて、ウィットがあり、庶民員の要領を熟練している。彼は、庶民員で稀にしか発言せず短い演説しかせず、話し方もどもっていたが、ユーモアの使い方は身につけていた。 男女王の治世末期では政権内におり、サーロバート・ウォルポールの政府では常に熱烈に野党の座にいた。そして決心のあるジャコバイトであり、直近の連立内閣では王室家政の職を受けて2年間務めたが、一度たりとも与党に票を与えなかった。これは素晴らしい分別を要し、国王への忠誠を誓わなければならないだけでなく、賃金を得ながら、 自身の業務を妨げる必要がある。国王の閣僚たちにも同じ素質があり、彼らは一人の男に給料を受けさせつつ、党を乗り換えさせなかったと記述した。コットンは二度結婚した。一人目の妻は、サー・アンブローズ・クローリー・オブ・グリニッチの娘レティスで、二人目は、ジェームズ・クラックスの娘マーガレットである。儲けた息子のうち、レティスとの息子である。 ジョンハインドコットンのみが成長して、順番借位を継承した。ありがとうございます。